皆さんこんにちは、ドラムパーカッションの山下雄平です。今日はですね、まるで音ゲーのようなマリオのステージをご紹介したいと思います。ダッシュとスピンのリズムゲーム、こちらのステージをやってみたいと思います。一体どんなステージなんでしょうか。これは進めない、扉に入りましょう。これでも進めない、きっと、だから前の扉からダッシュですね。はい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 。おお、あ、見せ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 た。多分これスピンボタン押し続けないとダメでしたね。はい、さあ行きましょう。これ避けました、もう避けましたね。はい、でなるほど、そういうことか。これリズムゲームみたいになってますよ。わかりますか。おー、面白い。ちょっとわかりいただけましたでしょうか。BGM とマリオの動きの効果音が合ってましたね。もう一度どうぞ。続いてはこちらのコース、ファイヤーボール追いかけろ。一体どんなコースなんでしょうか。はい、いろいろ怪しい雰囲気なんですけども、ファイヤーフラワー、土管には入れません、扉にも入れません。この矢印のこの場所でファイヤーボールを投げると、なんか上に行きますね。これ追いかけるんでしょうか。行ってみましょう。あ、すごいすごい、落ちてきた落ちてきた落ちてきた。わ、すごい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 、めっちゃ運んでますよ。おお、そして最後にボムヘに当たって道ができると、そういうわけでございました。うわ、すごい、ファイヤーボールを追いかけました。 ね、こちらも面白いコースでございました。今日もご視聴ありがとうございました。それではまた。こちらのリンクよりチャンネル登録よろしくお願いします。それではもう一回やってみましょう。ダダダダダダツテテ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 テ